なんだろう、もう動けないんですよ。はい、動こうと思ってそしたら、<noise> どうも島田修平です。始まりました島田修平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。 え、チャンネル、メンバーシップの方もあります。ぜひね、ご興味ある方、よろしくお願いいたします。え、そして、えー、こちらですね、チャンネル登録、そして、グッドボタン。あとね、コメントの方もですね、いつもたくさんね、書いてくださってありがとうございます。これからもぜひ、よろしくお願いいたします。さあ、今回も来てくださいました。なんと、悪魔研究家、会社堂さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。会社堂と申します。ま、こう、キリスト教の神学の まあ学校も卒業されて、学校,ね、学校ではねあの教えてもらってないんだけれども、はい、悪魔学というなんか学問があって、はい、そちらもなんかかなり興味持って勉強されたそうです、ね。そうですね。学校とは全然関係ないんですけども <laughs> 実はあるんですね悪魔学っていうのあ。ありますあります。どういった学問というか、悪魔というものはどこから生まれたかみた、ね、<ー>それからあのサタンとかあのルシファーの言語の成り立ちとかもそういうものを勉強して。 で割と悪魔事件とか海外で起こっている、はい、悪魔事件とかもこう独自に調べて海外でから来た選挙団体にこう取材してみたりという活動もしてましたね。ただねそんなあの、はい、会社堂さんなんですがこちらではね、はい、あの前回そして今回も怪談話を談でございます披露していただけるっていう、はいはい、本当にこうまあ オカルト全般、もう詳しい方なんですね。いや、詳しいというか、好きですね。<ー>え、もともとお好きだったんですか。好きですね。もう,う、小学校の頃、まあ、学校の階段って、ね、独自の、その。コミュニティで流行ったんですよ。 トイレの花子さんとか、今で言えば都市伝説に入るんですけども、はい、ちょうどその学校が割と幽霊が出るっていう学校だったんで小学校がちなみにどちらあの都道府県でいうと沖縄県でございます沖縄ご出身なんですねはい出身というか地筋はちょっと違うんですけどもまあ生まれ育ったのが沖縄だったんです幽霊が出る小学校だったんですか あの会社堂さんですね、はい、YouTube チャンネルの方もやられておりまして、はいはい、そちらの映画の紹介をされてると。そうですね、残念ながら、怪談ではなくて、映画の紹介のチャンネルなんですけども。こちらまでご覧いただきたいと思います。はい、で近々あの、第2チャンネルとして、怪談チャンネルを立ち上げ予定ということで。はい、予定です、はい。ぜひ立ち上げたいなと思っております。楽しみに待ってますんで、よろしくお願いいたします。ご自身のペースでね、い頑張ってください。 前回の話もすごかったんですけど、はい、今回どういったい玉だし今回は僕は先ほど沖縄で生まれ育ったっていう話をしたんですけども沖縄にいた頃のお話でございますい,ついくつぐらいまでいらっしゃるたんですか、ね、45歳ぐらいに、ね、<あ>僕6つ下に弟がいるんですけどもその記憶の中では弟がまだいないんでうん、うん、おそらく 4, 4歳か5歳ぐらいだと思います。はいはい、この話をさせていただきまますす、はい、そうですね、ま、ず 弟がまず記憶にないということは家族と父親と母親と僕と3人でアパートで住んでたんです、ねはい、僕の父親の,この高校時代の仲間とこう毎年夏この僕は那覇市なんですけども北部のペンションがあってそこでみんなでバーベキューしたりこう泳いで海でやっぱり那覇市よりも北部の方が海がダントツに綺麗なんで <laughs> そういうことを毎年やっていたんですね、はい、僕が大体小学校6年ぐらいまで繰り返しました。でその年も ある北部のペンンションに行ったんでまあペンションっていうかもう家族3人が泊まれるコテージみたいな感じで、まあ、ベッドが2つあって、まあ、テレビがあってで外を見るこう窓があるんですけどもすごく大きくてカーテンが敷かれてるんですけども開けたらもう海がバッチリ見えるんですよすっごい青い海っていうのを生まれて初めて見たんで感動したんですよね僕は。うん、あこれ夜になっても冷えだよって親父は言うんですよね。 でまあ、昼間、まあ、バーベキューしたり親父の友達が連れてきてる子供たちとまあ遊んだりして、まあ、楽しい日だったんですね、うん、まあ夜になってまあ帰って、まあ、お風呂に入って、まあ、その時は母親と入ったのかなんでベッドは母親と僕はこう窓側がいいって言ったんで窓側で母親とそしてまた違うベッドに父親で寝てたんですよ。 光ったんですよね、はい、それで僕は起きたんですよ。うん、えっ何だろうって言ったらこうカーテンがこうピカピカって光ってるんですよね。カーテンをバッて開けたら、はい、そこには海のはずなんですけども、はい、そこが洞窟に変わってるんですよ。もう45歳で意味が分からなくて。え固まっちゃったんですよ。動けなくなった。で、はい、し,しばらくこれ洞窟を見ていると。 青く光,る光ってきたんですよね要はその洞窟っても奥行きがもう見えないぐらい深い洞窟だったんですうん、うん、で青いなんかこういう,こう光がどんどんここに迫ってくるんですよね。えなんだろうなんだろうもう動けないんですよ、はい、動こうと思っても。そしたら迫ってきた時にその青い光の中にひげを生やしたちょっと仙人みたいな。 おじいちゃんが座ってたんですよえ座状態でこう来たんえっと思ってそしたらそのおじいちゃん無言のままこうやってるんですよ手招き手招きしてるんですよと言った時に記憶がない、うん、で朝なんですよねで母親がいて父親がいて、はい、起きたんですけども で母親まだ寝てたんで「お母さん朝だよ」って起こしたんですよねあそうなのパッて母親が来て「あんた大丈夫なの?」って言われたんですよねはいえな何がって言ったら「覚えてないの?」って言われたんですよえ全然覚えてないんだけどあんた夜中に窓を開けて外に出ようとしてたんだよって言われたんですよえ <laughs> ちょっと待って待って全然覚えてない。え何があったのって言ったら今の話をしたら全然信じてくれない。はい、父親に話しても父親バリバリの理系なんで全く信じてあまり寝ぼけてる。うん、無病なのかなと心配して、はい、病院に連れて行かれたりしたんですけども何もなかったんですよね。ま,まあそれで終わったんですけどもそこからまあ会談をこう集めるようになってそうだ。 あのペンション今どうなってるんだろうと思って、親父に聞いてみたんですよね、はい。あのペンションで、俺こういう体験したんだけど、親父信じてなかったけど、覚えてるって言ったら、親父が、よく覚えてるな、お前。言ったんですよね。あのペンション、うん、行ったなっしたら、あのペンションは、僕たちが行ったすぐ後に、もうクローズしたらしいんですよ、はい。で、クローズした理由っていうのが、ある。 観光客が夜中にそのコテージから窓から出て泳いで亡くなったことが原因でクローズしたんです、はい、だからそれ聞いた時にゾッとして、はい、いやこれ観光客は自分の意思で行ったんじゃないと思ったんですよ。海だったはずなのが謎の洞窟になってそこから現れた老人に手招きをして し,てしまったんんじゃなななないかなこれは僕の勝手な考察なんですけどはい,はい、はい、でもねそれを経験したからこそね思えることですよね,すねはいそれでそのペンションもなくなったん老人は何だったのか誰だったのかそしてあの海,海だったはずなのに洞窟になっていたのが一体どこに繋がっていたのかっていまだにわからないんですね。へえ<ー>なこれもう実は階段になるんでもう落ちてくるものがないんですけども。はははははい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 、はい ね、だからもしあの時に母親が寝てて確かに気づかなければ僕はここにいない可能性がある老人仙人に招かれたままあ、はいまあ,あーと思って海に,海に行ってそのまま出る可能性がありますねと思いましたね僕はへえんかそういう妖怪とかいそうですけどね ただ沖縄か,かそう沖縄で結構ユタって言われてる人とかにもお話ししたんですけども、えー、ちょっと分からないと言われて話 <laughs>、えー、そんな話聞いたことないって言われていまだにちょっと分からないんですけどねまあただねもちろん海で亡くなってしまわれた方っていたのかもしれないんですけども、はい、ただなぜその洞窟に見えて仙人のような、はい。 座ったままスーッとこうね。座ったまま。移動してくるってもなんか不思議で、ちょっとこう神秘的ですよ、ね。思い出したら、正直そのシチュエーションって、笑っちゃうシチュエーションなんですけど。うん、やっぱりその時は、やっぱはっきり、まあ、弟がいないんでし、仕事歳いたと思うんですけど。そのシチュエーションは,はっきり、今記憶になります。その手招きでね。はい、もうなんか自分の意思とは関係なく、そっちにこうね、はい、導かれてしまうっていう。そうで,す、ね、で、しかもそれ。 もう気を失ってたと思ったらそんなことしてたってなるとない防ぎようがないんで,、はい、横でね見張っててもらわないとって、はい、めちゃくちゃゃく怖い,っす、ね、い怖かったですねその話をもうずっと知らなかったんですよそのあのペンションが、まあ、今だもうあるのかなと何気に聞いたら。 そういうことがあったということで、もうだいぶ前なんですけどね。いや、だから、本当にこの話聞いた皆さん。はい、ね、まあ、別に沖縄に限らずですけど、海に行った時に、はい、あれ、夜急に洞窟っぽい。ね、<laughs> 風景が見えて。千人が近づいてきたぞ。手招きしてるぞと思った時に、絶対に。手招き、まあ、防ぎようがないとは言っても、この話思い出して。いかない。ってそうですね。はい、ちょっとそういうふうにしてほしいですよ、ね。そういうふうにしてほしいですね。はあ。 ありがとうございます。面白いこれ何なんでしょうか。いや何なんでしょうね。僕もいろいろ調べたんですけども、いや今だ分からないという感じですね。ありがとうございました。いや本当に悪魔研究家なんですが不思議なね体験階段を話していただいてありがとうございます。ありがとうございます。でもどうですかやっぱりこう日本の幽霊とまあいわゆる西洋とかねまあこちらで言われている悪魔どっちに興味があるんですか。 うん、まあ両方興味あります。興味あります。両方大。なんかこう違いますよね。種類が。違いますね。はい。悪魔というのはもともと天使だった。幽霊ってね、もともと人間だったっていうので。うんうん、あと幽霊って数って分かんないじゃないですか。はい。もうなくなってる人、どれだけ霊になっているか。悪魔っていうのは数が一定なんで、そこはやっぱ結構違うかなと思います。あの悪魔って、そのさっきね、はい、オープニングの時にサタンとかルシファーとかね。はいはい、まあ、その有名な名前出していただきましたけど、はい、語源ってあるんですか。 ルシファーとサタンは同じなんですよ。はい、で、なぜかというと、こう、旧約聖書にイザヤ書っていう箇所があって。そこで、明けの明星暁の子よっていう、これが。ラテン語聖書に訳される時に、ルシファーという語源を使ったんですよ。うん、その、それが、アメリカに当たる時に、その語源をそのまま採用されて。堕天使ルシファーという言葉ができたんです、ね。うん、ルシファーというのは、イコールサタンのこと。 悪魔の中でもめちゃめちゃ強いそうですね大魔王なんではい。だからそんなイメージがありますけどあくまでもなんかいろんな種類ありますもんねあります階級があってくらいが高いのは多分日本にいないと思いますちなみにあの会社シさんが好きな悪魔って悪魔ですかベルゼブブですハエの王ですよね俺もハエの王ってのもなんかすごいですよねそうですねなんで好きなのか いやなんかあのちょっと忘れちゃったんですけどゴッドサイダーだったかな昔なんかジャンプで連載されてた漫画にモデルにした敵役がいたんですようん、うん、悪役がその悪役がちょ,ちょっとかっこよくて<ー>とベルゼブブを好きになってしまいまして、ね、好きになったというか <laughs> <laughs> でもハエっていうと「ザ・フライ」っていう映画もありますけど「ザ・フライ大、ねああ」大好きですねあ大好きです映画もねなんかすごくねあのチャンネルもやられてるぐらいなんでえちなみにあの、はい、おすすめというか、はい、会社堂さんが 好きなホラー映画ってと何なります？そうですね、もうまあ、直近なんで言いますけど、まあ、オーメンザファーストこれは僕はおすすめでしたね。面白いあの思ってた以上に面白かったですね。ムーの編集長三上さんにねはい、はい、聞いたんですけど、あ、はい、のオーメンの中でね、はい、その板 かな,なんかそれをこう積んでた、はい、そのうちの板の一枚がファーッてこう出てきちゃって、はい、首がって切断されてしまうっていうはい、はい、であのオーメンもエクロシシストと同じように、はい、映画に携わった方が不審な死を遂げるみたいな変な伝説あるじゃないですか実はそのオーメンの映画制作関係者の方も、はいまあ、道路で運転中にですね前の車からスッとこう板というかガラス板みたいなのが一枚出てきてしまってそれで同じように亡くなってしまった方がいらっしゃるんです。えー でそのあった現場っていう町がオーメンっていうオーメンっていう町もね、えー、名前すごいんですけど町があるんですかでまあその近くにあったんですって、はい、でその時にですねなんとその事故が起こった横に道路標識があって、はい、そこに書いてあった標識の文字っていうのが、はい、までキロって、はいはい、ええー、ちょっと不思議な話ありますけどじゃあやっぱりオーメンがおすすめ。 ちょっとまた変わってました、ね。ちなみに。マニアックになるんですけども、<laughs> テリファーって知ってますそうなんです。テリファーっていうのは、ピエロの残殺劇の映画です。まあ、中盤になると、まあ、ピエロの残殺劇。まあ、後半になると、ピエロの残殺劇。まあ、全部トータルピエロの残殺劇です。そういう映画あったじゃないですか、昔も。サーカスとかで、ピエロがなんかすげえ怖くなってきちゃって。はい、怖いですね。で、あの、マックの CM でピエロ出てくるんじゃないですか。はい、怖いです、ね。子供の頃めっちゃ怖くて、だから。怖いですね。 なんか私、やめてほしいなと思って、あんな楽しいね、わーとかやってんだけど、あの、顔真っ白で、赤い鼻つけて、もじゃもじゃ頭で、こう耳が目があって、涙がっていう、なんかめっちゃ怖いんですけど、なんかトラウマになってて、未だにピエロ怖くって。ピエロ恐怖症ってあるらしいですよ。いや、やっぱありますよね。俺、だから絶対そういう人いると思うんですけど。あります、あります。ピエロ恐怖症。ピエロ恐怖症ってある らしいです僕も聞いたんですめちゃくちゃ怖いんですよい怖いですよ、PL、これ変になんかもうか幽霊とかよりもなんか怖い時あるんですよ、はい、<PL> あ構ホラー映画に使われがちじゃないですかそうですね、はい てかあの、一番最初、ってかまあ、あの、一番こう好きだったっていうのが、あの、以前のかなりの、あの、姉さんの何でしたっけ、あのー。狩猟の腹綿<あ>サムライミ監督の、まあ、スパイダーマンシリーズで有名になっちゃったんですけど、サムライミ監督のデビュー作、狩猟の腹綿あ,あれ衝撃的れ衝撃でしたね。衝撃的でしたね。うん、うん。本当に85年ぐらいに公開かな。だから80年ぐらいの映画だと思うんですけども、あの時代にあの映像が撮れたっていうのは、ものすごくすごいと思います。会社とさん、あのー、はい この階段の時よりも映画の話の時の方が饒舌というかなんか乗ってるんですけど、はい、<laughs> じゃあここカットでい,いやいやいやカットしないですよ <laughs> それぐらいねお <laughs>、はい、好きな方ですけど皆さんぜひねあのチャンネルの方<笑><笑>、はい、チャンネル名何でしたっけ 会社道の映画チャンネル。はい。はい、ね、これだけの熱量で。もう流暢にね、<laughs> 紹介されてますんでね、ご覧いただきたいと思います。はい、ますそして近々、セカンドチャンネルですね。は怪、い、談チャンネルも開設予定ですからね。はい、ぜひ皆さん、楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、というわけで、ゲスト、悪魔研究家、会社道さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。幽霊が出る小学校だったんですか。割と、その、話が多かったです、ね。ええー。 でなんでかというとその学校の隣が防空壕だったんですよ、はあ、で戦時中で多くの方が亡くなってたんで多分その流れでそういうお話が増えたなと思いますまあただそんな中、はい、ちょっと興味も湧いてきてずっとそういうことで今に至ってくるってことなんですか、はい、そうですねそこからまあちょっとオカルト熱は冷めたんですけども UFO が流行った時があったんですかはい。矢植一さんで UFO スペシャル。えー、それでまたオカルト熱が入って、その後に都市伝説ブームが来て、ちょうど島田秀平さんとか、向けられてて。あ <laughs>、うん、やりすぎ工事とか。そうです。はいつい。 ました。島津さんの本も購入してした。本当ですか。はい。そうしありがとうございます。とんでもないです。あのヤバイ淳一さんがね、UFO のことをね皆さんこう世間に広めてブームにしたっていうね方ですけども、なんかあの裏側にあったテーマの話ってすごく素敵ですよね。当時はの高度経済成長でみんなね悪く働いていて、でほっとするね空を見上げるなんていうね時間が持てないまあそんな日本人に向けて UFO っていう空を見上げるほっとするね。 なんかそういうもういも現実世界だけとらわれないそんな心の余裕をね持つ時間を持ってほしいって言って、はい、UFO というね、はい、まあもちろん本人もお好きなんですけど、はい、まあこういうものがあるんだよってこう日本に広めていったって話ってて話素敵ですよね後から知ってあそういう感じで UFO 番組作ったんだって知った時には、うん、ちょっと寂しかったですねあ寂しい本を知ってたんで。 <laughs> でもねあの僕実際にヤオイさんと、はい、あのプライベートで、はい、あの五、ー、六年ぐらい前ですかねあの、はい、家が近かったんでそうなんですかだか仕事終わりに十年ぐらい前かちょっと飲みに行きましょうなんて風に言っていただいてっ、はい、あの <laughs> 本当にあの町の居酒屋で飲ませていただいたことかあるんですよ、はいえー、すもうすごいですよ情熱、うん、もう僕なんかよりももう UFO に対するこう熱意とか、ね、宇宙人とのいたして。 もうかなりその時でもねあのもう大先輩ではあったんですけど、はい、だからもちろんそういう熱は本当にある方なんだなっていう感動しちゃいましたね<う>いやーもう全然もう背中見えないなと思いましたいやもんそういう情熱じゃないとあの番組はやっぱ作れないですね、うん、もうかじりついて僕は見てましたお <laughs> <laughs> 好きなんですね好きですね